はい、皆様こんばんは。6月10日月曜日、137回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、暑い一日でしたけれども、今外はですね、ちょっと心地よい風が吹いております。街歩きセンターの周りに旗が立ってるんですが、ちょっとなびいておりますですね。はい、真っ白でですね、今日のゲストをご紹介いたしますけれども、真っ白でソフトバレーの真っ白リーグ創設者でもあります、実行委員長の丸山栄一さん、それとお隣がですね、実行委員の小林貞子さん、このお二人をお迎えしてお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、まずはじめにですね、真っ白リーグ、ソフトバレーについてお聞きしますけど、ソフトバレーとバレーボールの違いっていうんですかね、はい、それをちょっとまずソフトバレーとバレーボールの大きな違いは、まずこちらにあるボールですね、はい、ボールがまず大きいのと、はい、それから柔らかいですね、はいはい、で軽いんですね、はい、ですから、バレーボールに経験がないよという方でも、うん、怪我なく、うん、非常に柔らかいので、うん、落ちてくる速度も遅いし、はい、強く当たったとしても、はい、そんなに痛くない。痛くない。まあ、突き指しないかっていうと、うん、しないこともないんですけど、でも基本的にはそんなに怪我をしない、しなくていい、はい、簡単に扱えるボールということになってますね。ちょっとギュッとやってもらって、ね、こう柔らかい感じになってます。で、あとはボールの大きさもそうだけど、人数もなんか違う、はい、そうなんです、はい、人数が、うん、まあ、本来皆さんよく知っているバレーボールは6人制でやってるんですけれども、はいはい、ソフトバレーボールというのは本来、今どんどん日本中で普及しているのは4人制なんです。4人制、はい、ところが、うん、松代では、うん、公民館ルールとして、うん、9人制というローカルなルールを作り上げて、はい、それで行われているんですね、はい、で、それが女性6名、で男性は常時3名までしか出場できないと、はい、あ、なるほど、はい、いう形になっております、うん、まあ、女性に活躍してほしいということですね、はいはい、あとそれと点数も違うとかっておっしゃってね、はい、点数は、はい、この松代リーグに関しては、はい、17点ゲームになってます、うん、でデュースもないんですけれども、はい、本来、まあ、知っているバレーは皆さんやっぱり25点なんですけれども、ね、はいはい、松代の公民館ルールというのがありまして、うん、それは21点で行われています、うん、ただ松代リーグに関しては、はい、17点で行われています、はい、なるほど。あとね、ポイント制とかっておっしゃる、はい、ポイント制なんですね、ポイント制っていうのは、例えばセット数2セット選手なんですけれども、うん、2セットを取って2対0というふうになったら3ポイント、うんうん、というような形で、年間通して、こう、はい、そうですね、年間通してこう月に1回、競技をするもので、はい、試合数がこう多くなってくるので、はいはい、計算するのがめんどくさいと言いますかそういうのもありまして、はい、ポイント制を取り入れたと、はい、いう形。要は4月から11月まで、はい、4月から11月まで毎月ですね、毎月です、はい、夜、はい、月に1回集まって、はい、1試合ないし2試合行われるようになってます。なるほどね、はいはい、まあ、一応あとこういった何ですかね、2、4、5、6チームっていう形ですね、はい、6チーム、今今年は6チーム参加していただいてまして、うんうん、人数的には総勢、まあ、常時大体大会の日当日は60名から70名参加していただいて、うん、名簿の登録人数でいくともう100人近い人数が登録されてます。はい、あとね、これちょっと面白いなって、はい、ここ男性は何ですか。はい、うん、これ松代の公民館ルールがそうなんですけれども、はいはい、まあ、男性があんまりバチバチこう活躍しないようにということで、はい、男性はブロック、アタックともに、うん、必ずどちらかの足を床に設置していなければならないと、うん、要するにジャンプしちゃいけないですね、はい、で、もし例えばジャンプしてトスをしたよと、うん、それがまあ例えば相手のコートに入ってしまったという場合には、松代リングに関してはそれはしょうがないだろうというふうにしてます、うん、それがダメだっていうところも大会もあるんですけど、あ、なるほど、はい、これだけど松代リングってこれいつ頃からあれですか、発足したんですか。はい、発足自体は、うん、去年から発足いたしまして、今年で2年目を迎えることができました、うんうん、これまたなんかね、はい、新聞ちょっと出てるわけで、そうですね、はい、去年発足した時に市民新聞さんで取り上げていただいて、こういった形で一面に
出させていただいたんですけども、はい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 、もう計画は5年ぐらい前から、うん、個人的には考えてまして、うん、でいろんなチームの方といろんな話をしたんで、こちらにいる小林さんとも、うん、まあ、お酒を飲みながらそんな話をしてやりたいねなんていう話をしながら、だんだんにこう形にしていって、うん、2年前に発足したというふうになります。あ、なるほど、はい、あとこのマッスルリーグの前身っていうか、あれはどういうあれですか、小林さんちょっと説明していただいて。マッスルリーグの前身はもともとがマッスルの公民館活動の中にソフトバレーの大会っていうのがありまして、はい、そこでなんとなくいろんな人のチームの人と顔見知りになって、それから丸山さんの方から、せっかく顔見知りになったんだからみんなで大会やって、もっと盛り上がった方がいいんじゃないのということで、それが一番最初の発足ですよね、はい、ああそうですか、なんか公民館の場合って毎月っていうあれじゃないんで、公民館はね年に2回大会がある、うん、あ、なるほどね、春と秋で、うんうん、今年は来週の日曜日、うん、あ、やる、であとは10月の第3日曜日って、うん、もう日にちが決まってまして、その時は大体1チーム2試合ぐらいで、そんなたくさんやるわけではないんですけど、あ、なるほどね、でもやっぱり毎年ね、うん、同じチームの人たちと当たってるので、うん、顔見知りにはなるけ ど、そんなに親しくやっぱりなれないよそのチームなので ね、でもこういった大会があると、うん、そのたんび会う機会がすごく増えてきてるということで、うん、はい、お互いに知り合えていいんじゃないの、うん、っていうことで、ね、はい、参加させて、みんなお互いコミュニケーション取れるよみたいな形のね、そうですね、まあ、やっぱりせっかくね、うん、同じ町でやってますので、うん、町で会った時に あの人あのチーム敵、はいはい、だみたいな感じ、うん、じゃあちょっと寂しいなと思いまして、はい、なるほど、はい、だけど今までこれ何回ぐらいやってたんですかね、公民館の。公民館は今年16回大会らしいので、はい、多分16回、16年目になるんだと思うんですけど、たまたまね、うちのチームはそのこの時に初めてこういうチームでっていうことで、公民館のチームということで初めて出させてもらって、ソフトバレーっていうものに関わらせてもらった。だから小林さんのチームも、はい、たまたま私のチームもそうなんですけども、はいはい、この発足時からあるチームなんですね。だからもう10、ね、チームとしても17年ぐらいを続いてるチームなんですね、はい、でもその間ってやっぱり入れ替わるよね、選手は、はい、入れ替わったり変わらなかったり変わらない人もいる、ね、はい、なるほど、ね、比較的うちのチームはたくさんいて、うん、役員さんだった人たちはどん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 いなくなってたんですけど、はい、そこからやっぱお友達が、お友達を同じ地域で連れてきて、でもまあ短い人でも10年ぐらいは一緒にやっているんですね。いいね、でも気心知れてね、そういった点ではね。そうです、でもね、平均年齢は50超えてくると、うちのチームは平均年齢50超えておりますから、そうです、結構大変それでもね、その年齢に関わらず、やっぱり強いんですよ、年齢が高いからもうダメだとかじゃなくて、年齢がある程度、例えば若い人と、50代の人たちが戦っても、はい、やっぱりソフトバレーだと、そこそこやっぱりちゃんと試合になる、まあ、そういう部分でもやっぱりソフトバレーっていうのは、いい魅力なのかなと、はい、まあ、障害スポーツとして、やっぱりいくつになってもできるということで、やっぱりそのあれかな、はい、その突き指しないよ、ポンって投げればパッと飛んでいくよ、ね、みたいな、そんなに力入れなくても OK かな、そうですね、はい、そういうところがやっぱり、いいかな、はい、だからもっとこうより多くの方に、いっぱいこうこのソフトバレーをに携わってもらいたいなという思いはやっぱありますね、やっぱりまだあれチーム増やしたいなっていうのはありますか。あ、もう増やしたいですね、やっぱり増やして、例えばJリーグみたいに一部二部制ぐらいになったりこれ実はね、篠ノ井にも9人制のソフトバレーっていうローカルな大会があるんです、向こうはすごく盛り上がってまして、それはやっぱり一部二部制みたいになってるんですよ。あ、そうなの。今年勝つと一部に上がるとか、二部に下がるとか、あ、そうなの。そんなで、いつか篠ノ井のチームの優勝と松本松代のチームの優勝がこう戦うとか、そういうこともできたらいいなというふうには思ってます。でもさ、松代のリーグであれじゃないですか、選抜でやってってで戦っても面白い。あ、それも面白いかもしれませんね、はい、そういうのも一つやってみれば面白い、ね、はい、そうですね、はい、あとはあれですかね、この丸山さんやってるグローバル、あ、クローバーですね、あ、クローバーだね、はい、これはサークル、はい、これはどういうあれなんですか、ね、はい、これはもともとは、うん、まあ、クローバーサークル自体は寺尾の文館の所属のチームで、昔はその三つ葉会だから四つ葉会というその何か会があったらしいんですよ、はい、でそれが
その16年前だかにそのソフトバレーの大会が始まった時に、はいはい、その回の人たちでじゃあ出ようかみたいな話になって、うん、そのままじゃあ四つ葉会とか三つ葉会じゃあちょっとあれだから、うん、クローバーという名前にしてビザのが始めたっていうふうに聞いてます。あ、なるほど、はい、あと小林さんとこのおっしゃってたブラックローズ、ブラックローズ、はい、これはうちはね前身は馬大根って言って第六分館で馬場町、うん、大館町、小屋町、それ頭を取って馬大根っていうチームが昔からあのスポーツをする時のチーム名としてずっと使ってたので、うん、それでバスローの公民館には参加させていただいてたんですけど、今回はあのそこじゃない他の地域の方たちも一緒に入っているので、うん、はいはいはい、名前を変えた方がいいということで、うん、あの若いお姉様がブラックローズという名前を考えてくれて、うん、私たちシニアのおばさんたちはそれでいいんじゃないのっていうことで非常に大した意味はないらしいんだけどなんかね、うん、っていうことでちょっとそういう名前になってますけど、ね、なるほどね。あとあれですね、これ今言ったこの今度は25年度の、はい、マスロリーグ大会要項という形ですけども、はいはい、この目的とかっていうのはちょっとそ、はい、そうですね、はい、ここに目的書いてあるんですけれども、うん、やっぱり同じ地域にこう属する、はい、あのや同じ競技をしているソフトバレーチームが年に1回や2回大会で顔を合わせても、うん、やっぱりそんなに渾身を図ることは難しいということで、はいはい、せっかく公民館活動で盛り上がったバレー、うん、ソフトバレーなので、うん、これをさらなる親睦と、うん、それから体位の向上を図るために、うん、という目的を持って発足したのがマッスルリーグ、はいはいはい、あとこれは、実行委員会っていうのは主催が一応マッスルリーグ実行委員会っていうのがあるよね、はい、特にあのスポンサーとかですね、うん、協力企業みたいなものはございませんで、うん、各チームの代表が一人ずつ集まって、はい、実行委員会という形をなして、うん、大会運営を行っているという。なるほど、はいはい、でその大会委員の実行委員長が丸山さんという形になるんですよね、はいはい、で期間は4月から11月、はいはい、去年は4月から12月だったんですけども、うん、今年は4月から11月までという毎月1回、ね、はいはい、会場は全て東条小学校だったっていう、はい、東条小学校で月に1回、はい、夜集まって、うん、試合を行っています。何時からやるんですか。はい、時間は7時半に体育館を開場いたしまして、はいはい、8時から試合開始というふうになってますね、はいはいはい、これは大会チーム、はい、これがクローバーサークル、はい、そうですね、クローバーサークルがうちのチームで、うん、はい、あと東条さんにキープ&スマイルさんというチームがあるんですけれども、はい、こちらはあの2つありますね、2つあるんですけども、ね、はい、これ人数が多いもんで、うん、2チームに分けていただいて、うん、2チーム登録しても出ていただいている。あ、はいはい、あとこれが第7分館チーム、はい、第7分館さんはもう、はい、読んで字のごとく第7分館さんの、うん、方たちで作り上げたチームですね、はいはい、ブラックローズさんがこの小林さんのところですね、はい、この真っ白分館所属だったり、はい、これ何人ぐらいいらっしゃる。基本的にはブラックローズですね、うん、ブラックローズは今登録してるのは25人ぐらい、うん、あの親子でやってるんですよ。大体お母さんとかお父さんがやってて子供たちも、まあ、子どもたちとも二十歳過ぎてる子どもたちが、うん、一緒に、はい、あの大会とかあの遠くにいてもその時に帰ってくる時もあるからその時には出られるようにということで、あ、登録して、そうそう、登録してないと出られないっていうので、う結構だからほとんど親子で登録してる方がすごく多いんですよ、うん、でちょっと人数がね、はい、実際多いんですけど、はい、当日の大会だとやっぱり10人ギリギリぐらい。あとこれ真っ白アラウンダーズ、はい、これはねこの近くの中町だとか、うん、伊勢町だとかその辺の人たちが集まって最近できたチームですね。あ、そうですか、はい、分かりました。あとは小林さんとこのグローバーサークル仲間たち、私ですね、はい、監督さんやってる、はい、一応あの仲間たちですね、はい、私ちょっといませんけども、はいはい、ではこれが一応試合の、はい、試合の時はこんな感じで、はいはい、まあ、こういうあれもやるんですね。そうです、あの審判も自分たちで、はい、自分たちで全部やるという、はいはい、これまで応用そのままですね、はい、ね、はい、まあ、練習風景みたいな、ね、そうですね、はい、分かりました。あ、じゃあまあですね、11月のまあ決勝戦までちょっと長丁場ですけどね、はい、はい、頑張っていただきたいな、まあ親睦も深めていただいているという形ですね。じゃあこれはあれですね、マッスルリーグのさらなる活動を進めてほしいと思いますけど、はい、
怪我のないように、はい、頑張っていただきたいなと思います、はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。それではですね、来週の予告なんですが、今度はですね、パーソナリティが宮坂代表が一応やるんですけど、今日お休みなので、はい、私が代わりにちょっとやらさせていただきます。はい、そうですね、これ138回、6月17日来週です。福島の子どもたちへの思い、おもてなしについてということでですね、子どもネット北進 の、 あの栗橋秀樹さん、この方に、お伺いしようというふうに思います。まあ、やっぱりこれ福島の原発の感じのあれですね、そういった形で、どういうおもてなしをしているのかというかのお話をですね、お聞きしたいなというふうに思っています。お楽しみにしていただければなというふうに思います。まあ、いろんな問題がありますけれども、おもてなしでもって子どもたちを元気づけられればなというようなお話が出てくるかと思いますので、そういったお話を、お聞きしたいなというふうに思います。6月17日、しゃべくり松代、お楽しみにしていただければなというふうに思います。それでは来週お目にかかりたいと思います。よろしくお願いします。